北海道からはもふもふ可愛いウェザーリポートが寄せられました。旭川市ムーチョさんからいただきました。エゾリスたちは雪の下に溜め込んだ食料で長い冬を乗り越えます。この子は雪にポテッと座り込むようにお食事中ですといただいています。こんなに雪が積もっているのにもう全然気にしないくらい夢中で食べているところが可愛らしいですね。そして北海道北見市そらさんからいただいたウェザーリポート。この寒さでは人も野鳥も体温維持してもふもふふっくらにといただきました。もう冬はねこうふかふかでもっちりした野鳥が楽しめるっていうところも、ね、楽しみの一つなのではないでしょうか。まあ、ただねこれだけ寒さ対策動物たちも必須なんですが私たち人間もねしっかり防寒しなければいけません。この先1週間のお天気を確認していきますとこの先も北海道冬型の気圧配置が続き日本海側ほど雪の降る日が多くなります。もう寒さも続いていきますので最高気温も氷点下という真冬日の予想も多くなります。朝晩はさらにぐっと冷え込みますのでこの先も体調管理や寒さ対策しっかりと行ってください。詳しいお天気や気温の予想はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。